ズキは33だけど、ここで上がるかもしれない、上がるかもしれない、上がるかもしれない、上がらない、上がらないけど、まあまあ楽しいんですよ。終わっちゃった、残念。いつになったら上がったろうな。2連単。さあ、エブリンさんとの対談も終わりまして、後半行ってみたいと思います。まだ2回しか当たり引いてないんで、せめてその3倍ぐらい、前半の3倍ぐらい、初当たりは引きたいですね。6回さあ2連続、おおおこれ外れたやつだね、さっきね。さあ2度目はどうなる。あ、当たった信頼度 50% のエースです、今のところ。さあこれ多分、周期で外して、その後の集中状態で短縮して当たったんだと思われます。399ゲーム。さあ、本日3度目の当たりですね。最初7揃えるときに、なんかね、喋った場合は熱いんですよね。なんだっけな、なんて言うんだっけな、なんか喋った場合は、ふわふわが濃厚なんだか確定なんだか、地球がなんちゃらかんちゃらとかいうセリフだと確か確定かな、上がり違うかな、なんかそんな特徴があります。あとなんかね、AT 中の音楽が初代のスーパービンゴ、なので、まあ4号機ですね、覚えてる方、まあ、どれだけいるかわかんないですけども、その BGM だった場合は、次回継続と多分ふわふわ濃厚なのかな。でスーパービンゴチャンスといって、まあ3桁以上か引いた場合の、BGM だった場合はふわふわ確定、上がり確定だと思われます。っていうのを昨日見ました。やばいぞこれ。ああ3連ターン、うわー、ああ3連ターンでございました。いやー、きつい。こうなるとさすがにね、厳しいっすよ。さあ、残念ながら単発続きな上に上がりもしない、それに相反するかのごとくグラフは下がる一方というね、かわいそうな僕に差し入れが来ました。はい、ドン、群馬ちゃん、群馬ちゃんだそうです。これあのゆるキャラ、早速チャンス目出たよこれね、群馬ちゃんもうちょっとひねろうぜって思うんだけどね、あの他県民からするとそのまんまじゃないですか。でもかわいいですね、ここに置いてると出目見えないけど、ここ乗っかんのかな、乗っかんねえか。前にディーンステーションの太田矢島店で実践した時はなんかゴッドライターもらいましたね。あの時すげえ負けたんだよな。別にゴッドライターもらったから負けたっていうわけではないと思うんですけど、そうだと信じたいんですけども、あと負けてしまいましたので、すごいは負けてないのか、引けたけど
うまいこといかなかったみたいな感じだ。さあ群馬ちゃん効果がまたこれチャンス目止まるよ、当たんなかったら。はい、お、いきます。さあ来い、さあ来い、群馬ちゃん頑張れ、群馬ちゃんいいですねこいつね、使い勝手がいいですね。あ、これいいですね、これ落ち着くな。なんか多分ねコインめちゃめちゃ入れにくいと思うけど、案の定入れらんないねじゃあそろそろ群馬ちゃんは休んでもらいます。台の上から見守ってもらいましょう。やばい、終わっちゃう。あ、しかもこのここでの弱チャンス目どうなの。あ、何の意味もないのもしかして。赤い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 ライン赤い、これは行ったんじゃない、行ったんじゃない、行かない、行かない。お、赤い、ここでは外れたけど、これはザ・セグに期待できるんじゃないでしょうか。多分当たってますね、いきます。はい、さあ420からまたセグです。よく入るんで、まあいい台だと思うんですけどね。弱いな。お、来た、複合した、よっしゃー、おめでとうございます。今ね財布から金を取ろうとしたところで刺したのか、優しいね。さあ三ゾロでございます。421で三ゾロ、さあ来い、そろそろ来ていいはずだ、来ないよねあー辛い、せめて連チャンしてくれればいいんですけどね、こうもいかないかな。おー、これはきついな。いやーしんどいぞ。98枚、あーもう今日帰りてえなー、もう俺ほんと群馬県まで来て何やってんですか。もうダメだ、ビンゴの日じゃなかったかな今日、お店がとかじゃなくて俺がねハーデスとか番長打ってた方が良かったのかもしれない。むしろエブリさんが今どうなっていくか分かんないけど、エブリさんがダメだったとしたらですよ、今あの人がこっちだったかもしれないですね。で俺がハーデスとか打ってた方が形になったのかもしれません。今朝ね、視聴者の方に声をかけてもらった時に知ったんですけども、群馬県って皆さんも多分一度は食べたことがあるであろう、あのペヤングソース焼きそば、あれの、ま、なんて発祥の地っていうのかなんていうのからしいですね。
それだけです。それだけなんです。で、ペヤングもらいました。でっかいやつ、一番でっかいやつ。それだけなんです。おお、いった。さあ、本日何度目かのザ・セグです。287ゲームから。続いて当たんないとかちょっと切ないな。お、緑。残念。いやー、もう今日はダメだね。これ観念しました。私残念ながら観念しました。今日は負けですね。今日はもうどうにもならない。今日ね、ファン感謝デーなんですよ。11月の15でしょ。15、16、17なのか、14、16なのか分かんないですけど、多分収録してるから気を使ってくれたと思うんですけど、僕にあの抽選箱持ってきてくれなかったんですよ。もしかするとビンゴの島で一番貢献してるかもしれない僕がスルーされるっていうのは優しさだと思います。気を使ってくれてるんだと思います。でもなんかちょっと心に引っかかるものがないわけじゃないよ。俺もテレビとか当てたかったよ。こんだけね、サンドとね仲良くなったらさ、テレビか自転車ぐらい当てたいじゃん。多分もう無理だからさ、今日逆転。ね。さあ、仮天井と、位置づけられているのか、僕が位置づけたのか、まあ、そんなところの444ゲームに到達いたしました。お、早速煽ってます。お、珍しいね。強めだと思うんだけどね、こう F が2個出る出目が連続でっていうのは強めの前兆だと思うんで、ここはぜひ当たっていただきたいけど、当たった。単発っぽいな、この数字に2ぞろいって。452ゲームで当たりです。4ぞろのね、仮点で引っかかったんだと思います。
さあファン感謝デーっていうぐらいだったら上がってみせろよ、ほらほら今だよ。ああ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 来た本当に来た、終わったもうダメだ今日ダメだよ、もうすげえアドレナリン出たけどな今。111ゲームでしたよ。いやー参った、一番安いのでした、残念。あ、そしてなんか来ましたよ、抽選箱気使って持ってきてくれました、僕が愚痴ってたから。さあ何が出るか、いいですか開けて。どうするこれで特賞とかだったら、111ゲームの俺だけど。ですよねはい、外れです。まあ、勝ったのもな、外れだしな、これ111な、まあ、300枚でももらえますからね、これでね、大体。頑張りましょう。セブンドリームはない。おー来た、え、F? 今 F 揃ってたよね。は、あ、これか、あとかこれだ、あ、初めて来たこのパターンこれか、噂の。またかよ、またかよ。え、これ何回か来るとこなのかな、初めてなんでね、全然わかんないんですよ。え、これもう少し来るんじゃないのこれ、後からどうなんだろう。ちょっとこれこっからしばらく楽しいんじゃないの、また降ってきちゃうんじゃないのこれ。厳しい戦いでございました。ビンゴ初打ちですね、この番組では。いやーちょっと最後にちょっとだけビクってなる瞬間がありましたけど、それ以外はもうねずっとビクビクしてましたね、どんだけ使うんだってね違う意味でのビクでした。さあ、そんなわけで、まあ、打った台ね、どうなんでしょうねあれね。ザ・セグにはまあちょいちょい入ってて、初当たりも劇的にはまってるわけじゃないけど、そんな早いわけでもないんですよね。400超えたのが1回だけとか、まあそんな感じなんで、悪くもないけど良くもないのかなみたいな。で、まあ、それに加えて僕の引きがもう本当に今日は腐ってたんで、レンチャンもね今まあ消化してますけれども、最後ちょっと途中で終わっちゃってね、そこで唯一まあ連チャン確定しててると。でそこでまあ1回だけ上がったけども、それもしょぼい、あれじゃね、あれじゃなかなか厳しいっすよ。セット数連チャンをこうバンバンさせてて、そのうちの1回2回がこうファファルという感じがやっぱね、勝ちにつながるパターンですから。こうやって言って負けてるみたいなんですけど、まだ結果は分かりません。というわけで、果たして私とエブリーさん、どちらが多くの出玉を獲得しているのか、これから電話で確かめてみたいと思います。もしもし。あー、もしもし。あ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、久々のあの VS マリモード超楽しかったです、おかげさまでえ、そんないい展開があったんですか。あの、いやいやいや、もう展開抜きにしてほら、ずっとこれまで俺一人でやってきてから寂しかったじゃないですか。あ、なるほど、そうですね。ね、そういう意味ですね。久々にあの対談でね、ランチなんかもいただきまして、本当超楽しかったです。はい、いい実践でしたね。ただ中身ですよね、はい、勝負ですからね
罰ゲームありますからね。そうですね、はい、しっかりやんないと。どっちからいきますか、発表。どっちでもいいですよ。マジっすか。じゃあ僕からいきましょうか。あ、じゃあマリモさんお願いします。すいません、もう本当、はい、こっち1000円47枚貸しなんですよ。あ、そうそう、僕もねさっきね、はい、流した時に気づいちゃって、ずっと50枚貸しだと思ってずっと勘違いしてました。あ、じゃあ47枚なんですね、ここね。はい、一緒ですね。じゃあそれを踏まえて、じゃあ47枚貸しで、はい、投資がですね、はい、なんと2585枚まで膨らみました。いきましたね。それちょっと、はい、さすが先生、半端ないですね。1個行きましたね。ただですよ、はい、ただ、最後の最後に、はい、結構いい展開来まして、ほう、実は今まだ AT 取り切れてないんですけど。マジっすか。ないんですけど、でもまあその制限時間内の勝負なんで、はいはい、まあ、ここまでの獲得枚数言いますね、うん、はい、取り切れてないですから、それぐらいの展開ってことですよ。取り切れてない。覚悟してくださいよ。わかりましたはい、取り切れてない。回収が、はいはい、回収がなんと、お、538枚。素晴らしいって、いや違うじゃんみたいなで計2047枚のマイナスでございました。まあでも残ってんすよね、はい、AT ね残ってますよ、まだ60ゲームも60ゲームとあと、はい、そのセット継続なんでビンゴって、もう次のセットの継続確定してるから、はいはいはい、まだまだ夢がどこまで膨らむか分かんないです。その次のセットで4桁ファーファーもあるっていうことですよね。 ありえますありえます。うわー、それ超いいじゃないですか。はい、では対するエブリさんはどうですか。私、朝一から、はい、ハーデス1台打ち切りまして、はい、投資が47枚計算なので、はい、1222枚、はい、少ない。もうこの時点で負けてるじゃないですか。この時点で負けてるじゃないですか。だって使った文章には負けられないから。いや後半戦ね、やっぱねウォーミングアップのおかげかすごい元気よくなっちゃいまして。あ、そうなんですか。僕も大もですね。はい。でそれでなんとなんとこの電話をかける10分前に、はい、GOD。マジっすか。本当にマジなんですだって今日ほら絶対帰んなきゃいけないって言ったじゃないですか。絶対帰らなきゃいけないんですなぜならば明日我が娘の初めての1歳のバースデーパーティーをやるから絶対にお前帰ってこいよと奥様から厳しく言われておりまして。あれでしょ、1歳の誕生日と、はい、ゴッドを天秤にかけて、そうです、ゴッドの方にこう傾いちゃうわけでしょ。エブリさんはだいぶ傾きましたマジでだいぶ傾きましたが、この後は任せろと、クマさんが、なるほどね、クマさんが内打ちをね、はい、なのでクマさんには、僕の娘の誕生日プレゼント分をしっかりと、アンパンマンのおもちゃとかいっぱいねゲットしていただきたいなと思ってます。ってもらうわけですね。それで結果です、はい、なんとですね、そのゴッド引く前にもうポコポコ、当たってまして、はい、もうほぼゴッド分は加味してないんですが、まあ、ですね、なんと回収が1375枚。はい、え、ということは、そうなので今現時点でプラスが153枚。はい、あ、でプラったんですね。プラスになりました。おかげさまでありがとうございます。よかった。マイナス域で勝った負けたっていうまたクソみたいな試合になるかと思ったけどよかった、ね、いやーマジで本当に、いや俺もどうなることかなと思ったんですけど、いや、やっぱハーデスに走ってよかったなって今つくづく思いましたね。ハーデスでね、はい、あのボロ負けしてましたもんね僕に。そうなんですよ、これまでねハーデスでコテンパンだったんで、コンチクショーやり返したっていうね。いつかコンチクショーと思ったら群馬でやれちゃいました。さすが D ですね。ね、 D の街群馬違うわこれ。あ、本当だ。D、やっぱ D 強いっすね。ね、いやもう本当、でもね、もうこれね、やっぱマリモさんのあの VS ができたからこそハーデスに座ったっていうのがやっぱこっからもう始まってますから。なんかそうやってね、人をね立ててくれるところも優しい。いやいや、もう、いやもうそんなことないです。ただプラスになった人は心が豊かです。もうなんか僕なんかもあれですもん、だからエブリさんってやったからもうこんなんだよってずっと思ってましたもんだってマジ薬病神もいいとこにいたよみたいな、もう思ってやっぱ勝つと人やっぱ心豊かになりますよね。もうね、ほんとダメだよ、負けてちゃう。ただ心今豊かですけど、
はい、罰ゲームはしっかりとやっていただきますんでよろしくお願いします。はい、いろいろ考えてたんですよ、もう僕、はい、ね、何がいいかな、まあ、もちろん、次回の告知があれば僕の告知していただくのはもちろんなんですが、はい、クマさんにまたエブリーステッカーを、はい、大量に預けときますんで、はい、またマリモさんいろいろ実践等行かれた時にエブリーステッカーを配布していただいていいですか？わかりました。じゃあ僕布教活動しますよ。お願いします、本当にね。それで娘さんの誕生日ってことね。あ、そう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 、そう、プレゼント、それも踏まえてです、はい、でもマリモさんのファンもエブリィの方にもう引き寄せるような感じで、一つそれが罰ゲームということで、わかりました。お願いしてもよろしいでしょうか？はい、はい、しました。すいませんね、もう本当に、いえいえいえ、ちょっとまたマリモさんすげえ、ね、楽しかったんで、またぜひ、そうですね、これ実現できるといいですね。またどっかの土地でやれたらいいですね、はい、ね、今度はもう2人とももうファ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 言わせるぐらいの感じで盛り上がりましょう、ね、ギュイン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 ファ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 ーくらい言うだろうしね。わかりました。はい、ということで、すいませんね、本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、ではまた再戦の日を楽しみにしてますんで、はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ様です。失礼します。はい、さあ、というわけでやりますね。プラスにしたって、あれからしかもゴッド引いたって、最後にゴッド上手くなってましたね。ハーですね、あの人を知らない間に。結構ね、頻繁に会ってるんですよね、僕、あの違う県でずっとね。も最近でも調子良かったな、あの人。よく考えてみれば、よーさあ、私残念ながら終始的にも、そしてエブリさんとの対戦的にも勝利できずと敗北ということなんで、まあ、事前に言っていた罰ゲームを次回の収録の時に行わせていただきたいなと思います。なんかね、エブリさんが今後活躍、さらなる活躍をできるように、私ちょっとね、手助けといいますか、援助といいますか、まあ、させていただきたいなと思ってますんで、次回の放送時に、まあ、その時ね、まあ、どんな形でやるか分かんないですけどね、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。さあ、というわけで次回また、マリモドを楽しい実践にできるように頑張りますんで、どうぞお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。